高原京平は2018年から2021年まで中核派系の全日本学生自治会総連合委員長を務めた人物。2021年3月に方針の違いにより解任された。2015年から東京大学の学生であり、2019年時点で東京大学農学部に在籍している。小学生の時に政治に興味を持ち、 小泉内閣で弱者が敷いたげられていると感じたという。私立武蔵高等学校時代には、マルクスやレーニンの書籍を読み、社会主義への関心を持った。2015年に東京大学教養学部に入学した。学生自治会費の集金方法に不透明さがあって、問題があると感じ、それを変えるために、教養学部学生自治会で副会長に就任した。 シールズのデモ活動や共産党の該当主義に違和感を持ち、デモでは何も変えられないとノンセクトで学生運動を行っていた。一人でビラを巻いていたところ、SNS を通じて中核派の勧誘を受ける。2017年より中核派に入った。同派では約40年ぶりの現役東大生で、当時は中核派の拠点、前進者に住み込んで東大に通っていた。 2018年9月に中核派系全学連の委員長に就任した際には現役の東大生であることのほか中核派系全学連の委員長にもかかわらず退学処分を受けておらず逮捕歴もないという部分もメディアから注目された2019年2020年と委員長に再任されている2018年観光の中核復刊4号に 共産主義者という人生を選択し、戦うを全学連委員長の肩書きで寄稿している。高原は2021年3月に、2020年9月に、川共同を2021年2月に、マルクス主義学生同盟を脱退していたこと、また近々に全学連委員長を辞任する予定であったが、解任されたことを公表した。この文書では、簡単に言えば、 2021年3月8日以降は、川郷土及びその関連団体との間に明日、いずれも関係を持たなくなりました。社会主義社会の建設に貢献するという意思に変化はありませんと述べている。全学連中央執行委員会は3月15日に、公言を委員長から解任の上、全学連から追放することを発表し、ホームページの執行体制からも削除された。 ありがとうございます。